啊，还是家人跟朋友呢？哎呀，不会的，我会在这里等你们的。我听到车站的广播说是涩谷，莫非你在附近？哎，不是，我没有怀疑你。好，那下次吧。在钓男人的吧，靠腰。是嫌我们三岛的外表不好吗？不会啊，我觉得他挺可爱的。要要。Yes。厉害情报，好哦。提高所获得的经验值，耶！三岛的真心加油。不过原本不应该是这样的。如果知道我是怪盗的朋友，那些女孩一定不会放我鸽子了。哎，正义的伙伴真不好当啊！帰ろうよ。咋放三岛鸽子呢？团原来是一伙恶人吗？这样说的话是这样没错啦。我之前就一直这么觉得，哇，最会跟风，一直是洗脑而已吧，太任意妄为了。It's justice。哎呦，反而上商人了。就是那个高中生侦探当来宾那个啊，你说那个现场直播谈话结果也太无聊了吧，我改变人性之类的，现在真的有人在认真讨论那种灵异话题、哦、那个什么高中生侦探很可疑啊，更何况高团什么根本不存在嘛。但是我家好孩子已经说开始说怪盗真的存在啊，侦探好厉害啦，这种话孩子特别容易受影响，那种低俗的内容不好好拐拐的话，我看你才低俗。看这个名字一起上镜，好像在做梦一样。头脑聪明，而且还是大帅哥，太能干了吧！すごすぎ！在关照席的最前排，活生生的名字就在眼前，真是快紧张死了。制服，新兴学校的制服没有讨厌的感觉，反而觉得很适合。说话的态度也很沉稳，每句话都很有分量，但是。好像是一个孤苦伶仃的穷学生，总觉得同样是人差别也太大了。怪盗事件的搜查竟然是用来创造高中最后回忆，进去的级别就已经超出常人了。誰が言ってんの？我倒听说他是某财阀的贵公子，以这个他讨厌媒体这一点让人很有好感啊，感觉只是沉浸在搜查的兴趣之中。还有传闻说他推理能力太强，在警界也树敌很多。哇，都是听说、哦。话说昨天的节目反应很热烈，所以今晚好像还会重播，一定要看。对，会听说。そういえば，最近经常有新之怪盗的特辑出现在电视上。金这种无法转化为金钱的东西，怎么会有人去偷啊？如果是怪盗，目标肯定不会是新或者是美术品，而是钱，也就是金子。从古时候，金子的价格就很高，没有比它更稳定的资产。那么，君。那么，田中同学。至今为止，人们究竟发掘了多少金子？你们能想象得到吗？谁知道啊？三个琵琶湖大小。正解です。看起来就是很少哎。觉得比想象中要少呢，因为它的稀少性，所以才有这么高的价值。やるじゃねえか！やるじゃねえか！よし。顺带一提，据说现今全世界16%的金矿沉眠于日本，
德川埋藏金，不对，这些金矿的真身其实是电器垃圾中所含有的金属，例如 iPhone 的手机。比起原先垃圾场的你的垃圾还更有价值呢。なんだって？力宝的价值可不是用金子能衡量的。にしても昨日の探偵ムカつくぜ。俺たちが脅威だ？だったらてめえは助けられんのかよ。誰かが助けてやれんだったらこっちも怪盗なんてやってねえんだよ。说最大声。あんた声でかすぎ。あ、小熊饼干。我要吃。いいんだよ。どうせみんな似たような話してんだから。逆にコソコソしてる方が怪しいだろ。てかさっきから一人でポリ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 食いやがって。那不午休吗？吃东西的时候不对。ちょっとよこせそれ。哇，不良啊。ごめん、今のでラスト。のんきすぎるぜ。警察が動き始めたってのに。本当なのかな。このまま続けて大丈夫。だよね。警察怖くて怪盗やってられっかよ。けどパレスに変なやつがいたり、よくわかんないこと多くない？は？我老婆穿这样很骚。蜡笔小新、巧克力饼、烤鸭都不是啊，是那个什么。那叫什么卡路比之类的东西，然后是沙拉口味。楽しそうだったから羨ましくて。また取り調べ？つか、俺たち何も知らねえし。どうして取り調べだって思ったの？あ、加比薯条、卡路比、对吧？もしかして何か隠してる？困ってることがあるなら相談に乗るけど。そんなに内申点欲しいんだけど、そりゃそうか。生徒会長なんて面倒な仕事、そうじゃなきゃやってらんないよね。あ、ちゃん。何それ。生徒会長のあんたならさ、鴨志田のこと知ってたんじゃない？そんなわけないじゃない。だって先生、あの日までは本当にいい先生で。まあでも生徒会長って先生たちの味方だもんね。じゃあ、あなたこそ友達として何をしたの？私よりよっぽどあの子の近くにいて何をしてあげたの？何もできなかったよ。私一人じゃ何もできなかった。大きい声出さないで。困ってる奴を助ける怪盗がいるなら俺は全力で応援するけどね。誰かさんよりよっぽど頼りになるし。最呛，不良就是呛。授業ちゃんと出なさいね。さっきのあれ取り消すよ。続けて大丈夫かなって言ったこと悔しいよ。このままで終わるなんてさ。当たり前だ。そろそろ次の大物見つけねえと。我也要成为怪盗。すごい勢いでレスが増えてるな。だが俺たちに否定的な意見も目立つ。目的も手段も不明な犯罪集団。正義を語って好き放題する連中か。明智のせいか。テレビの影響すげえ。否定するのは勝手だが、影響だけされてケチがつくのもな。信じてくれる人せっかく増え出したのに。また大物やりゃ済む話だろ。で、次の大物の目星は？まだ見つかってねえ。くっそ、イライラすんぜ。つうか、お前何そのでけえバッグ。あ、寮を出た。你要住哪？不潔な上に騒がしすぎる。
あそこで芸術は生まれない。いや、どうすんだよ。あのあばら屋も嫌なんだろ。これから高牧さん。烤鸭，我劝你不要啊！手土産も用意した。ご両親のお口に合うといいが。烤鸭。は？ダメに決まってんでしょ。为什么你会那么震惊？你这不是正常人呢。お前がな。手持ちの全財産をはたいた和菓子が。そこじゃねえから。本当どうすんのよ。在这里睡吧。坂本家呢？せめえから無理だって。それに親も絶対許すわけねえし。那他应该跟我住喽。ユウスケは大事な戦力だしな。我が輩が一肌脱ごうじゃねえか。よし、うちに来い。汚いところだが、寝る場所はあるぞ。お前が言うな。喫茶店だっけ？前から気になってたんだ。四茶って近いよね。近い。しかも駅徒歩1分。じゃあ今からそこでパーティーやろうよ。マダラメ開心記念パーティー。好啊好啊。おお、いいな。こいつの歓迎会も兼ねとくか。決定。带朋友回家里耶。世話をかける。ああ、俺布団派だから。这么快就决定了。我主人的説得是よろ。然后跟他说我朋友不小心流落街头。那种奇怪的声音，纸猫被瞪了。啊，いい匂い。なんか古くせえな。嫌いじゃねえけど。人はそれをレトロという。友達か。お邪魔します。女の子まで。居然还有女生。いつもお世話になってます。世話かけられてますの間違いだろ。むしろ助けられてますよ。座りな。おごるよ。わ、老板人最好え。お前は手伝え。酸味が深いな。そっか、思い出した。ルブランって確か前雑誌に。昔の話さ。マジか。どれ一口。他应该是喝不了咖啡的小鬼。コーヒーなんて飲んでなかったしな。友達なんだろ。ここじゃなくて部屋行け。部屋見たい。ただの物置だけどな。老爹看中女婿了。 女婿是男的吧。なんかまだ逃げ。小朋友耶，一直在那边喊哭。ごちそうさまでした。この階段だな。あ、コーラごちそうさんっす。ああ、名前。高牧です。高牧アン。就是龙司、好悲哦。アンちゃんか。老爹，这是风流。彼氏いんの？いないっすよ。おい、早く来いって。なんかここすげえぞ。行っといで。あ、はい、コーヒーごちそうさまでした。あ、もうモナバッグ置きっぱじゃん。あ、人最好、帮忙拿。いい子じゃないの。どう思うよこの部屋。ツッコミどこしかねえわ。別に普通じゃないか。マジかよ。他以前住茅屋啊，废话。あ、
就是老爹自己想法，差不多差不多。那，やばくね？还好啦。思ったより片付いてる。はあ？はあ？まあ適当に座れや。俺たちの話で持ちきりだな。信じていた連中まで、テレビの発言の影響を受けてしまった。不过这样也可以让几多三岁啦，位置够大。明智って野郎のせいだ。聞かれるぞ。声を落とせ。これじゃあみんなに勇気与えるどころか不安を与えちゃってるよ。我が輩たちの正当性を世間に知らしめておかないとな。そろそろ次の大物に行った方がいい。というか、もともとその話がしたかったんだろ。あ、まずは候補を探ろう。我想讨伐那个挤我的议员。なかなか見つかんねんだよな。誰か心当たりあるやついね。なし。我有我有。どうするよ。等一下，沙发这么大一个，为什么只有一个人坐？啊，我床上也可以坐，莫名其妙。見てるっつーの。でもこれって情報は何もねえ。っていうかあれ、世間が大騒ぎするような大物のネタとかないしね。くっそ、これじゃ明智の野郎に言われっぱなしじゃねえか。なんだ。すまん。好可怜哦。何も食べてなくてな。なのに全財産で菓子折り買ったの？いくらだったんだよ、全財産。じゃあとりあえず大物が見つかるまではおとなしく待つしかないってことで、歓迎パーティー始めちゃう。妙にテンション高えな。因为他是派对级。実は見つけちゃった。あれ、カセットコンロじゃん。吃火锅吗？鍋とかできないかな。好不好。我が輩賛成。同じ鍋の飯的な。肉が入ってりゃ何でもいいぜ。这是好哄龙师。締めはおじやで頼む。三つ葉多めでな。ダメかな。没关系。やった。じゃあ鍋で食って。んじゃ買い出し行くべ。まず。銀杏とワンタンの皮だな。おいそば。買い出し私たちで行くから、おじさんからお鍋借りといてくれる？うどん。後で割り勘ね。有朋友真好。賑やかな歓迎会になりそうだな。鍋を借りて、コンロも出しておこうぜ。不过我们主角房间超大的。借一口锅，看一下电视。简单扼要地解说热门关键字。今天是怪盗团早上才睡。与画家棺木的自白有关，受到以年轻人为主的群众所关注。但由于其不为人知的手法，也有许多人将其视为危险的对象。呀，我要借。要一起吃吗？他人很好。哇，他还说觉得一直在别人家里要提出再收留一个应该很困难，真是一个善良的孩子啊。锅子的话应该放在店里的某个地方才对，去找出来带过来吧。床上才是不是大学生日常。我房间应该就只有工作台造床，它也没那么小啦，太小了。哦，找到了吗？采购组也差不多要回来了，接下来就随便你们了。我暂时会待在楼下，你要小心用火啊。好，老爹人最好。さて続きまして、姐姐跟妹妹。のコーナーなんですが。
前回の大好評を受けまして、本日も彼に来てもらってます。現役高校生探偵、明智五郎くんです。可是妹妹是高中生，姐姐检察官，我觉得他们岁数应该差了有十岁。元猛。味薄いね。でもよかった。いろいろあったけど成績は落ちてないみたいで。学校は大丈夫だよ。お姉ちゃんこそ疲れてるんじゃない？塩分足りてないんだよ。そう見える？でも、もし仮に本当にそんな怪盗がいるんだとしたら、僕は法で裁かれるべきだと思います。はっきり言うね。彼らのやってることは犯罪？ネットとかじゃ怪盗団がいなきゃ今でも悪事が続いてたっていう人もいるけど、マダラメ画伯のしたことは許されない罪です。姐妹都是你的菜。如果妹妹把头发留长，我再考虑。でも、それを法律以外の尺度で勝手に裁くのはただの死刑。正義から一番遠い行いです。第一、人の心を無理やりねじ曲げるなんて、人間が一番やっちゃいけないことですよ。人の心を操ることは犯罪なの？方法によっては犯罪ね。彼の言う通りよ。悪事を認めさせて罪を償わせても？妹妹很正。没办法、我喜欢长头发。何急に？別に。正義の味方がいるとでも？まさか。余計なことは考えなくていいの。也凶欸。言いたいこと、わかるよね。勉強して、いい大学に行く。はい、バカだわ。女でのし上がっていくのは大変なの。なのに上に立たなきゃできないことばかり。そのためならどんな手だって使うわ。あなたも将来のために、今やるべきことだけに目を向けなさい。ごめんなさい。こんな時に。はい。うん、大丈夫よ。ああ、その件ね。何をすべき？正義。困ってる奴を助ける怪盗がいるなら、俺は全力で応援するけどね。回音也太大了吧。私。エコー也太強啦。莫亏呢。美环把留长发，小沙会觉得很正吗？我跟你说，绝对不会，因为他本来就是长头发，好不好？脸，我跟你讲，脸要好看，好不好？至少脸要好看，好不好？然后我才会去评断长头发跟短头发这件事啊。赶快把姐姐汉堡排吃掉，多饿啊！美味だったぜ。アンドのきっといいお嫁さんに。我的。吃饱想睡觉，大姐，怎么跟我一样？看什么？看什么？干，贱！なんだ、ユスケ？是想看内裤是不是？締めをやってないぞ。うどんやおじやは。いや、今度にしとけ。寝るの早っ。疲れねえ方がおかしいだろう。寝かしといてやろうぜ。時にリュウジ、アンとはどういう関係だ？高中同学。あ？別に同じ中学っつうだけだよ。昔のアンドのはどんなだったんだ？如果奈奈剪帅气短发，我会变心吗？奈奈以前年轻的时候，就是刚出道没多久的时候是短头发没有错、啊、然后后来就留长了，但那时候还不认识他、啊。不过我真的要说，短发真的不怎么样。そんな変わんねえよ。高校からはクラス別になって、年轻的时候是啊，没错。现在不年轻了。友達は少なかったな。帰国子女で、見た目もこれだからな。
派手な奴は勝手に嫌うし、地味な奴は近づかない。我坐位置就可以直接看到胖子。不会好不好。そうだったのか。で、お前たちはどうだったんだ。但是我们没有资格说他阿姨啊，因为我们也才差十几岁而已。我跟他才三岁而已啊。互いを知るにはいい機会だ。俺の過去はすっかり知られたんだ。お前たちも話すべきだ。自分は失うもんがねえってか。为什么说过去会有损失呢？いいぜ。話すよ。ただの親不孝者の話だけど。小さい頃、親父が消えちまってさ、ずっとお袋と二人で暮らしてんだ。本当は陸上で特待生とかになってお袋に楽させたかったんだ。結局ダメにしちまったんだけど。何不孝。すげえ親不孝者だろ。高一の時、鴨志田に手あげちまって、それでお袋学校に。都2016年。明明就是1980。教師連中から言いたい放題言われてさ、その時お袋じっと我慢してた。あの時のお袋の顔、今でも忘れらんねえ。帰りに謝られたんだ。片親でごめんってよ。そんなことがあったのか。是一个坏掉了。壞掉了的世界。学校はみんな平等と教えるが、現実はそんな綺麗事ばかりじゃない。気持ちは俺にはわかる。まあ寝てるっつったらこいつこそ大概だけどさ。例の話か。そういえば詳しく聞いたことなかったな。このガキ、訴えてやる。果然就是你、这十亿元。これ以上するなら、あのお金のこと告発しますよ。いいんですか？そんなの、お前が勝手にやったって言えばすぐ話だ。嘘。だって、私は指示の通りに。俺を誰だと思ってるんだ？そんな。おい、お前、警察にこう証言しろ。ガキがいきなり俺に乱暴してきたってな。ちょっとでも余計なこと喋ったら分かってんだろうな。这个垃圾人呐，明就是你太弱，自己倒下去的。黙れ。Hello Hello。貴様は終わりだ。俺に逆らったらどうなるか、お前らに思い知らせてやる。すみません、通報があったんですが、何かありました？那个贴图应该是某个实况组的订阅吧？あなたはどういう状況だった？警察の方に説明してやってくれ。そこの少年が突然殴りかかってきて。それでこの人が怪我を。だそうですよ。それと俺の名前は一切出ないよう処理してくれたまえ。どういう意味か分かる。ああ、おい確保しろ。わかりました。高腰啊。出るだけで腹立ってきやがるぜ。くそ。たったそんだけで障害かよ。女の方もひどいな。だんまりを決め込んだわけだろ。你演说瞎话，你们早知道不救你了。Fuck you。啊，可是就算是这样，我还是会想要救人啊，因为怎么可以就是因为这样子，然后就不去救人了？そういうやつの心こそ盗むべきだ。どこのどいつだその男。
太记得。思い出せないか。まあ夜道だった上に逮捕なんてショックが重なったんじゃな。肝心なことが思い出せねえ辛さは我が輩よくわかるぜ。私明明就遇到过了。保護される。特定は難しいだろうな。それにもう判決が出たんだろう。うまく相手を特定して仕返しできてもこいつの前歴は消えやしない。ありえねえ。世の中間違ってるぜ。弱ってるやつ助けねえで身勝手な大人を勝ち逃げさせてよ。偉いやつらが決めることなんて当てになんねえよな。俺たちなら正せるんじゃないか。誰にも気づかれずに俺たちが正しい正義を見せつけて世間の目を覚まさせてやればいい。ああそうだぜユウスケ。そのために授かった力だろ。ぜいいんじゃないか。仕事は派手に決める方がかっこいいしな。お前らに教えられたことだ。何熱くなってんの。あっと悪い起こした。ううん別に途中から起きてたし。けどなんか不思議。宁愿只能美金。订阅的话，我记得有别的方法可以吧？可是因为我自己订阅别人也是用是信用卡直接刷。聞きながら思ったよ。みんなのこと昔から知ってる気がする。これって似た者同士だからかな？都是边缘人。まあ、ろくなもんじゃねえけど。似た者同士か。我が輩だけ違うな。不你也是边缘猫啊。お？我が輩には振り返れるほどの記憶はないからな。没有，不一定要信用卡，就是像我就是中国信托那种 Visa 信用卡，就是你可以从存款里面扣卡。何言ってんだ。お前以上のはみ出し者なんて世界中探したってそういるかよ。てかその記憶を取り戻すためにメメントス行くんだろ。きっと俺たちみたいにろくでもない過去だろうがな。ちげえね。絶対そうに決まってんな。へっそれはどうかな。モルガナもなんだか昔から知ってる気がする。すごくずっと昔からなんか不思議でうまく言えないけど。我信的直觉真的很强哎。我人数不够多，不能开订阅啊。回答者を助けてのは我が輩自身のためだ。勘違いすんなよ。至少固定观众都要上，就是同时在线要上百吧。お前らに強くなってもらわないと、メメントス探索どころじゃねえからな。いじけたり選ぶったり忙しいやつ。ねえやろうよ。本当に私行けるとこまで行きたい。ダメな大人を懲らしめて困ってる人たちを勇気づけたい。这是一个门槛，而通常就是订阅应该不是三分之二吧，应该是一半，然后缴美国的那个税金30%，一个礼拜500人左右。私たちにしかできないこと。足りめえだ。回答団を続けていれば、俺も成長できる。絵描きとしても、人としても。我が輩が直々に鍛えてやるんだ。この回答だ。直接現實できないことはない。你有50吗？然后我问了没？对吼，我明天问再跟你说。ってことで、改めてよろしく。我以为至少75哎。もうこんな時間？
因为美金的话其实就是透过那个然后去转换而已啊，就汇率啊，主要是汇差。あ、そうだ。マスターが泊まってけって言ってたよ。それはありがたい。お前が説得したんだろう。さすが親父キラー。超嬉しくない。的确啦，斗内就是直接收益池矿主这样。風呂に入らないと寝られないが。一定从石矿主身上吸。銭湯あるから行ってこいよ。我が輩は行けないけどな。哇，我此时想要让田中君变成女生跟新一起泡澡。へえ、いいかもな。植物美大概就三，现在的话美金好像有掉，大概三十吧。通常都是乘三十啦，但是有一阵子是三三。あんたたちだけでどうぞ。じゃあね、モルガナ。呜，你为什么不跟我们一起去 ？Q。畜生，早く人間に戻んなきゃ。要摩尔加纳变回人类，发现是母的。誰かに取られちまう前に。いや、加深交流。あ、もう来ればよかったのにな。ちょっと暑い気がするが。你怎么会怕烫呢？じいさん、暑いの好きだからな。まあそのうちやめんだろ。不要再玩水啦，大哥，不对，大爷。そういえばさ、前から気になってたんだけど。不是一年，是一个月。应该说一个月，如果现在最低订阅价格是$5。如数上次的交代。お前ってアンのことどう思ってんの？哎，想干嘛？感觉不错。おお、言ったな。まああいつ性格のきつさがビジュアルで完全にカバーされてるからな。就是五美嘛。アンにそれ伝えておく。やめて、マジで。一个月开一次。しかし、早く次のターゲットを見つけ出さないとな。それなんだけどさ、大物を狙うってだけでいいのかな。ここんとこの世間の反応を見てると、ちょっと考えちまうぜ。確かに、目先を追うだけでは、ただの空回りに終わるかもしれない。世間に訴える戦略が必要だな。会啦，一定很快就能找到，除非你不想找。多接一个月开个三四天，应该说，为什么他这样子还可以有订阅？是因为说他本来就是他之前应该已经很常开，一个礼拜至少要开个三天。三到四天，然后每次大概要两个小时以上，这样子。然后他拿到这个资格，那他怎么做？那他就不会去强迫他了。お、どうなんだ？就是钱不够买房子，然后应该说钱可能还可以，但是也买不起房子。就会想要做别的事。聞いた俺がバカだったよ。因为你没钱 ，QQ。俺は切り込み隊長役っつうか、モルガナはあっちの世界専門だし。さあ、あっちんだよ。どんだけ入れりゃ気がするんだよ、ネットじじい。我也加一，我要在聊天室加一。这水老头。我的妈妈嘞！とりあえず週明けにでも集まろうぜ。到底为什么一直转这水？还有没有病啊？
直接烤熟。我没钱。那你觉得我看起来像有钱吗？何かあったか。这睡梦中的熔岩无非会负责守护的，我还行，真的。那是因为我家不穷，好不好？又不是我有钱。我现在存款连一台摩托车都买不起，你觉得呢？至于明天的早餐，不用太周到，有烤鱼和味噌汤就够了。好和风哦。爸妈有钱也不等于小孩有钱啊。更何况我家还不有钱。囚人戻りました。主の前だぞ。姿勢を正せ。我才不要跪。お前が手繰り寄せた絵にし正文表示呵呵。干他自己 也不少钱。みな社会から一方的に烙印を押され、そしてそれに抗うものというわけか。気づいているか。お前の心も彼らに触発されているようだ。我家那样怎么会不算？我意思，我家房子三十几年嘞，老房子好不好？以前房价多少？社会の異端者。而且这种不会去动的东西，その者たちとの絆をより深めるの。哪里小康以上啊？你他妈小康以上，我他妈就可以一辈子躺在家里睡了。それがお前の構成への力となるだろう。任我一生挫折，白手起家，是哟。我跟你讲，这房子不会卖，所以你不能算它的价值，好吗？私から贈り物だ。不能运用的钱就等于不是钱。新たな力を与えよう。より一層の構成に励むがいい。我又跟他更加密切。超级容器，干，有种给我到一百格啊！よし。对啊，我还希望都跟嘞。そろそろ時間だな。我说话方式很像你。サイさんの妹さんだよね。少し話せないかな。你跟踪啊？怪盗団のこと？明智くん？察しがいいね。你曾经说过一千元以下，你都不当成事情。鴨志田と斑目の事例で何か共通点はないのか？我的意思是，你不会去动的那些钱，就不能说是他是钱啊，因为你卖了，你怎么办？请你多拿一些不是钱的东西砸死我吧。被害者が出てるんだし、怪盗団のことは追及しないと。怪盗団を否定しているのに、怪盗団の実在は疑わないんですね。ああ、テレビ見てくれたんだ。真実を追いかけるのに常識が邪魔になることだってあるからね。彼らがいるって考えた方が多くのことに辻褄が合う。天马行空侦探。お姉ちゃんに言われて。たまたまだよ。两个跟踪狂汇合了。なんか楽しんでません？そうかもね。
予告回答なんてフィクション。現実でやり遂げたやつがいるとしたら、カリスマ探偵なんて言われてる身としてはライバル視するなって方が無理だろ。而且这栋房子的名字不是我爸妈，所以是不是我们东西还不知道呢？好不好？我们家很复杂的 ，OK？ 回答は悪で、あなたが正義。勝手に人の心をいじってるやつと比べれば、少なくとも僕は正義の側にいる。それに僕は自分に備わった才能を使って世のために奉仕しているに過ぎない。我说过了，我爷爷是个神经病啊。私は。なんだ君、意外と言いなりのいい子ちゃんタイプか。都是空房间。そろそろ始まるな。じゃあね、サイさんによろしく。なんで私ばかり責められるの？樱岛真好可怜呐、啊，佐藤丽奈别哭。称赞你计划通。こんな美味しいコーヒーが飲めるなんて。次が決まるまでいていいんだぞ。住み心地は良くねえだろうがな。老板人最好。いえ、寮に戻ることにしました。みんなと昨日一晩話をして分かったんです。我家很复杂，不能，我不是很想说，在就是在大家面前说，然后太真的太多事情了。其实空房间都有住客，只是你看不到，太可怕啦。我爷爷不是九点二。俺は絵の世界に閉じこもっていたせいか、世間を他人を知らなすぎたと。人間を描くならもっと知らないといけない。看不到的住客。いろんな人と触れ合う必要があると思ったんです。好不好？你对他们来说是楼下的房客。まずは寮に戻って。靠腰，怎么跟我想的一样？触れ合うことからやり直そうと。大したもんだよ。よく自分で。我的同居人不见了。你知道那样会得到什么下场吗？大げさですよ。またコーヒーをいただきに来ても。靠杯啊！你以为是神没有？待ってるよ。待ってるよ。大変だったんですよね。マスターと彼は親戚なんですか？ああ。なんつうか、ただの知人だ。血はつながってねえ。立ち入った質問かもしれませんが、なぜ彼を引き取ることに？最有礼貌。理由か。似てるからかね。昔の自分に。それだけの理由で？世の中そんなもんさ。誰かが誰かを気にかけるってのは。お前さんとこの師匠。元師匠、その人だって才能を盗むって以外にお前に何か思うとこがあったんだろうよ。あ、这真的麻烦了。不过你说他老不死，那就代表你对他没有感情。俺も心の底からは憎めません。俺、そろそろ。なあ、本当にいいの？え、うちの金がもったいないぜ。寮で俺だけが抱えているのも、後期の目にさらされるのも嫌でしょうから。何の変哲もない日常をほんの少し彩る。母もきっと同じ選択をするはずです。そうか。じゃあ預かっといてやるよ。对啊，如果没有住在一起的话，真的。而且如果他都没有关心你的话，
真的是悲剧。喂，右键呢？我们竟然是要中午。哥，哥，比我还不对，比我还早。啊，好贵哦，痛死了。还有意识吗？如果啊，我说我的观点就是，如果他可以签不急救，我就会直接不急救，不理他了。我超坏、欸。他留下这幅画就走，都是承蒙关照的谢意。重视礼节啊，最惨，真的好惨。对孩子充满怀爱意的母亲，这幅画真不错。模特毫无疑问是个美人，表情也很棒。看到这幅画，常客们会不会吓一跳啊？告诉回来，这幅画我似乎哪里见过，好像不太一样。好了，既然你已经起来了，就赶快楼上换好衣服。我早就开始营业了，你就带着你的猫随便去哪里走走吧。好惨啊！昨晚受你照顾了，这句话怎么怪怪的啊？猫现在一声不吭就回去了，看你睡得太香了。我想过是否要接受你好意，最终还是决定回去宿舍。我把小百合托付给老板了。那是不该存在于现实中的话，可确实是母亲画的真货。我能得到它就满意了，多亏了你们，我很感激。随即，火锅最后还是应该吃杂碎才对。麻吉呀，Let's Go 有愚人节宝可梦版游戏，只有今天能玩。有差，我又没有在玩 Let's Go。我对 Fate 的感情，我没有对，我对他没有感情啊。我只有看过伊利亚，魔法少女伊利亚。刚在冠名上有看到，不是有个模仿怪盗团的七号团情报征求文吗？虽然我看得像是小货色，哦，那个我也看到了，专盯餐饮店的七号团对吧？有个让人在意的留言，哥哥突然变得暴力了。这样下去我可能随时会被杀，大概是因为他和涩谷那些怪人混在一起，就是那个和那个切刀台混在一起吗？肯定是这样，还太早了。不过钱突然花得很阔气，这很可疑吧？而且涩谷哪来这么多切刀团？不好，看起来还蛮像真的，调查一下吧。就知道你会这么说，不过之后要怎么调查呢？突袭切刀现场在深夜的涩谷，想太多了，深夜走到路上肯定被抓去辅导。既然专听餐饮店，我想到了让他们来偷卢布朗。啥？不能吧，这种店谁会偷啊？会给老板添麻烦的。盯上卢布朗还以为是个好主意。好主意，算了吧，没告哦，你会被赶出去了。说起来小百合也在那里了，做得到是你的忘过头啊。不过啊，模仿怪盗团的小偷增加真的很困扰，想教训他们一顿，杀一儆百。哇，我们信真是有霸气。好哦，谢谢。哦，因为他是我大学同学啊。哦，因为我从国小就被叫哥叫到现在了。我也不动声色地刺探一下，这到底是？我们也设法查一下吧。我，对，按错了。记得你之前让高梨道夫悔改是吗？本以为他已经悔改，竟然有幕后黑手。到底是被幕后黑手恐吓的，不得不这么做。我也知道啊，他有跟我们讲，命令别人命令别人欺负人，真是太垃圾了吧，好过分，对吧？不能原谅他。英灵会过愚人节吗？不知道呢，可能会吧。
定就在学校里去看看吧，我会偷偷寻找不会有黑手的情报，然后知道名字就可以定为目标，在学校调查吧。好、哦，我现在想去探望志凡，但在之前你能陪我一下吗？现在有时间吗？有有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 ，不知道带什么去看志凡，我上了好久呢，我在涩谷等你。那天的超大份奶油可丽饼半价了，可是可丽饼是没有办法带去医院的吧，而且还是超大份的奶油，那我好想吃好想吃好想吃啊，说不定志凡也想吃，不一定，那就买两个过去吧。啊，志凡应该也要复健，那就没办法吃那种东西了。志凡他开始复健了，说是比预定的更早开始，我也跟志凡提过了，说我想要变强，然后志凡就回应我也要努力了，竟然还没去看过呢。加里优大新大局叫什么？我还没有玩过新的加里优，也不知道。啊，抱歉。哎，现在，哇哇，这可不好了。什么？好嘞。抱歉，我现在有急事的事，有件事事务所传的，他们出外景。会杂志拍摄生活车拍照，说是哦，但是有模特没来，还缺一个人。反正蛮近的，应该就能拍完。我现在就要过去。地方好像不远，你要一起去吗？反正就去吧，用跑的。哈西嘞，加里欧是真的假的啦？加里欧是 LOL 的一个英雄，最近有重生，是假的、啊，叫英灵之门哦，太鸟了吧？是那个英吗？静姐今天能一起工作真是感激不尽，漂亮的女性我也觉得有点漂亮，糟糕惹看了去年的时装秀后就抱着对静姐的憧憬踏入了这个世界，哎呀眼泪要掉了。哎、欸、也太夸张了、啊、去年的时装秀不过是个很小的活动、啊、我叫美嘉，直接叫我美嘉就好了，虽然我年龄更大一点，但远远比不过静姐的资历。对啊，我知道，也不用叫我什么姐啊，那就请多指教咯，那就叫小杏吧，嘻嘻，你真是亲切。有很多东西我想学习，请你教教我吧，比如每天必做的或是伸展运动的种类之类的，我看你都没做。必做的事情在泡澡时唱歌算吗？这样啊，那就告诉我饮食相关的事情吧。不不不不不，我看他都在随便吃啊。我想知道产地哪里的绿色杏仁农药较少，还有就是我已经吃腻是什么藜麦吗？不用硬水煮的话效果真的会变差吗？杏仁我只吃过巧克力底的，再来用硬水煮的话不会硬邦邦吗？干你白痴啊，硬水不是那个硬啊。我真的要翻他几百个白眼啊，救命啊，笨蛋啊。你有在量体重吗？啊，那当然学校里也有体检。你是不想透露吧？也是像我这种刚认识的当然是无法信任的。哎呀，我不是啦，对不起，我想应该说我没有想这么多，绝对不是不信任美嘉，只是我还蛮随便的，没想过要当专业的模特。这算什么？靠！你姐太过分了。你的意思是这种杂志的模特跟没关系吗？小心你是这么想的。哎，干你太非常喜欢这个杂志，我希望能跟工作人员一起制作出精彩的内容，为此一直在努力。美嘉冷静点好吗？放心吧，大家都知道美嘉是多么拼命，我们这些工作人员都清楚。哪里你们才更拼命，一直在鼓励我，呜呜。ちょっと难怪你人缘不好。没问题，我能办到，在来之前我已经把企划内容记熟了。